1989年の上京日記その4ですね。まあ、平成元年のバブル絶頂期に僕が上京してどんな経験をしたかをお話するシリーズです。で、平成元年春に僕は福島県福島市から上京して新宿に住み始めたんですね。西新宿に。そして代々木にある代々木ゼミのある造形学校っていう美術専門の予備校に通い始めたんですね。まあ浪人になったんですね。で、ヨゼミの予備校ですから、まあ良くも悪くも大手の予備校だったんですね。で、僕が通うコースってのは前年度芸大に誰も受からなかったっていう、全員不合格っていうすごい結果だったんですね。で、僕は大手の代々木ゼミナールで1位を取れば絶対芸大に受かるだろうって分かりやすいからヨゼミにしようっていう理由で代々木ゼミナールの夏期講習とか受けたんですけど、まさかの全員不合格だったんですね。で、その反省からなのか、まあ立て直しなのからなのか、講師が総入れ替えみたいになってたんですね。で、世代の谷間っていうかね、まあ野球でも谷間の世代ってあるじゃないですか。まあそういう立て直し期に入った感じで、まあそういうね、情報戦っていうか、情報に長けている太郎の人たち、太郎って三郎以上の人たちなんですけど、まあ上手い人たちですね。そういう人たちに、代々木ゼミナールの僕が行ったその造形学校の僕のコースって避けられていたんですね。で、そんなわけで当然、受講生というか、生徒には初心者が多かったんですね。高校からこのそのまま来た後が。まあ、あんまりね、ベテランみたいなのはそんなにはいなかったですね。で、そもそも、石膏像を初見な人とかまでいたんですね。で、まあ、それびっくりだったんですけど、まあ、デッサンの方も、まあ、単純にこれ2つ、ミロのヴィーナスの首の像なんですけど、こんぐらいね、太郎の人と、初心者では差があるんですけど、この初心者みたいな絵がまあね6割ぐらいだったっていう、そういう状況だったんですね。で、講師陣って、新しい講師陣ってのはとりあえず描けるやつって、そういう人たちは置いておいて、まあ序盤の方はそういうね、もう木炭使い方もわからないような初心者対応に集中していたんですね。まあそれはまあ当然って言えば当然だし、で、はためから見ても初心者軍団の日々の成長っていうのはすごいものがあったんですね。だからやっぱり予備校はプロだなって、教えるのプロなんだなって思ってたんですね。ただ問題は僕とかですよ。そんな流れに対して僕も含めた、まあ、ある程度書ける人たちっていうの、その不満っていうのは日に日に高まっていったんですね。だから僕とかジュモリみたいにある程度書ける人間っていうのは、俺たちは放置かよみたいな。で、そのうちに結構早い段階で他の予備校に移籍する人まで出始めたんですね。まあ2人ぐらいいたかな。まあそういう感じの、まあ予備校序盤だったんですけど、そんなある日、僕は自分でね、うわ、これかなりうまくいかけたなって、これはすげえな、褒められるなっていうような会心のデッサンを書いたんですけど、それの制作中に何も言われなかったんですね。まあ完璧では何も言われないかなぐらいに思ってたんですけど、なんと最後のその作品を並べて、これはいいね、これはダメだっていう、その好評でも、って感じでスルーされてしまったんですね。だから、それに対して、さすがに不満が爆発したんですね。普段から大して教えもしないくせに、好評で、しかも自分なりに、そのね、手応えのあるデッサン書いたのに、一言も何も言わないのかよっていうんで、まあ、不満が爆発して、それからしばらくの間、僕は、当予備校拒否状態になってしまったんですね。当予備校拒否ってなんだって。しかも上京させてもらってね、そんなね、大手の予備校に通わせてもらって、何様のつもりだって。まあ今思えばそう思うんですけど、まあね、僕の気持ちも分かってくださいよって感じなんですよね。で、まあそもそも、よくよく考えてみればね、講師の言葉なんて気にしないで、黙々とね、デッサンを書き溜めて、自力で頑張る時期っていうか、そういう土台を作る時期なんですね。でもまあ僕も分かったんで、でもまあね、ただいくらなんでもね、一声あってよかっただろうと、そこら今でも思いますね。だから僕なんかその、いろんなね、仕事とかでも、新人来たりすると、必ずね、やっぱ褒めたりするようにしてますね。あと、ね、スポーツとか、ミニバスとかでちょっと関わったりするんで、必ずね、声かけて、気にしてるとこは伝えてますね。まあ、それはさておき。でも僕ってその、当予備校拒否の期間に、ただサボっていた、わけではなかったんです。っていうか、なかなかね、
すごいことを当時はやってたんですね。でここで当時の CM というか当時流行ってた人ですね、モックンですね。バブルの2枚目っていうとモックンだったように思いますね。でファッション面においてももみあげとか真ん中分けなんかはこの人が元祖だったように思います。で渋垣隊解体の翌年であるこの年はモックンの飛躍の年になってましたね。うん、まあかっこいいですよね。でもそんな人気爆発の時期にいきなりスキンヘッドになったのも驚きましたね。ファンシーダンスかな。うん、まあこれの撮影のためだったんですけど、このね人気絶頂期に丸坊主になっちゃうっていうスキンヘッドにしちゃうってあたりにも本人の勢いそのものを感じましたね。あとはまあナルシズムってのも当然感じましたね。でバブル期の男性タレントの2人目は石田純一ですね。ある意味バブルの象徴みたいな男ですけど、80年代中盤ぐらいまではテレビプレイバックっていう金ちゃん司会の番組でしか見たことがなくて、で一体どこのドイツなんだろうって、サラサラヘアのてっぺんがなんか薄かったりするし年齢も不詳だななんて思ってたんですけど、まあ、どんな魔法を使ったのかバブル期に突如ブレイクしたんですね。あの髪の毛もふさふさになってうん。でそのくせ昔からずっと売れてましたみたいな態度を取ってたんで、僕は正直あんま好きじゃなかったですね。ていうか石田純一好きな男ってあんまいないでしょうね。うん、でもまあ当時はもっといけすかないやからがいたのか、あのリッカーストリーとかね、中谷明宏とか、まあその分マシだって言えばマシだったのかもしれないですね。まあ何がマシだって言われるとあれなんですけどね。で当時彼はでもプロデューサー巻とかね、あと素足に靴を履くっていうそういうものを流行らせたオリジンではあるんですね。だからモックのもみあげとか真ん中ヘアみたいに何も残さなかった男ではないと思うんですね。ただその後やったネクタイの逆さまじめっていうものは全然流行んなかったってのを覚えてますね。ネクタイの逆さまじめってそのものズバリで、あの太い方と細い方を逆にするっていうなかなかの荒技だったんですけどまあ流行るわけなかったですね。でも未だねこいつがあんなにね色男扱いされたのはちょっと僕としても分かんないんですよね。で予備校の話の続きになるんですけど、バブル期の大手予備校っていうのはそのリッチっぷりっていうものが他の追随を許さないものがあったんですね。で僕が驚いたっていうか特に驚くのが石膏像の消費の凄さってものだったんですね。石膏像の消費っていうとまあね、おいおい石膏像なんて消費するもんじゃないだろうっていう声がしそうなんですけど、時はバブルですからね、全てのものは消耗品だったんですね。で石膏像は1年もすれば汚れるので、生徒が形を誤認識しないためにも準備新品と入れ替えるっていう、そういうね考え方だったんです。結局石膏デッサンって明暗を、要はねあのハイライトとブラック白と黒を描くものじゃないですか。だから白い石膏像がに汚れがついてるとデッサンのね見本として良くないって、そんなものは使い物にならないっていうね考え方だったんですね。だからもうエコ思想的にもう完璧に間違ってますよね。でもバブル当時ってのはまだねエコなんて意識もね、そういう言葉自体も1ミリもない時代だったんですね。だからまだ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 余裕で20年おろか30年ぐらい使えそうな石膏像がもう秘密裏にね、まさにね学校の裏からねどんどん捨てられていたんですね。で僕は思ったわけですよ。待てよって、わざわざ石膏像を課金に行かなくても自分家に石膏像があったら予備校なんか行く必要はないじゃないかってそういうねなんとも恐ろしい考えが湧き上がってきたんですね。で僕は石膏像を学校のリヤカー借りて新金荘に4畳半に持ち帰ったんですね。これちゃんとあの事務所の人にもらっていいですかって言って、いいよ欲しければ全部持ってきなっていうそういうノリだったんですけど、いえいえ4つか5つで十分ですって言って持ち帰ったんですね。これすごかったですよ。だから夜のあの新宿高層ビル街で、まあ上京少年っていうか上京青年ですねが石膏像満載のリヤカーを引いて帰るっていうね、なかなかシュールな光景だったんですね。だから僕の後ろでこうゆっせゆっせ揺れるんですよ、あのギリシャとかねローマとかゴシックがねまあどう考えてもねかなり異常な光景だったんですね。もうメトロポリスの片隅で俺は一体何やってんだろうって、でやっぱねそういう状況に自分でも酔ってしまうっていうか面白がって、わざわざねあの途中の交番の前をねこう通過したんですね、避けずに。
なんか声かけてくるかなって。でもまあその辺は敵も去るものなんでね、全然もうガン無視ですね。向こうはああいうのってこっちが声かけてほしい時は全然ね、ガン無視なのにね、もう最悪のタイミングで声かけてくるんですよね。うん。まあそんなこと言ってもしょうがないか。で、僕はね、新金荘をオールナイトデッサン室に作り変えて、予備校にも行かず日々デッサンの自己鍛錬をやってたんですね。というと4畳半でそれはないだろ、嘘つくんじゃねえって言われるかもしれないんですけど、ちゃんと証拠写真があるんで見てください。これです、ドンって。でどうですかこの異常な部屋。ちょっとありえないですよねって、汚ねえなって嫌ですけど、なんかね、あのね、2号機の内部映像、あの独占スクープみたいな、そんぐらいのヤバさがありますね。新金荘のこれ内部映像ですね。あー、入り口が見えますね。でその隣にあの鍋があのコンロにかかってますけど、これがキッチンって呼ばれてたとこですからね。とりあえずお湯は沸かせるだろうみたいな。でその手前にもう奥にあるのがセレネの馬頭って、これ知ってる人は知ってると思うんですけど、これが家にある人っていないだろうなって。で左端から芸大の試験に出たヘルメスで、手前がマルスで、で一番右側がブルータス、お前も買うのブルータスですね、違うんだけどね本当はね。でさらにもう一個アリアスっていう石膏像も、これ見切れてないですけど入ってるんですよ。だから石膏像5体あったんですね。どうですか。すごい部屋ですよね。だってこれほとんど部屋のすべて映ってるんですよ。要は壁際ギリギリから、反対側の壁際ギリギリから撮ってるんで。これ部屋の前景って言ってもいいような広さ感で言ったらそうなんですね。だからまあまともじゃないですね。うん。でちょっと写真を見ていくと、一番左側に映ってるのがこれあの戦闘セットですね。あの洗面器にこれタオルとか入ってるんじゃないかな。これ持って銭湯行ってたんで、さすがにこれ手に持ってあの甲州街道のあの大交差点を渡る度胸がなかったってのは皆さんも分かっていただけると思いますね。で手前の紙袋、これは多分洗濯物かな。うん。で右下にあのね、男の一人暮らしの象徴のティッシュみたいなの置いてありますけど、その前に缶、空き缶、これサントリードライですね。あのマイク・タイソンが CM やってたサントリードライっていう、ドライ戦争の頃だったから、もうすごい時代ですよね、バブル期って。まあね、あとコードがね、この適当なコードもすごいですよね。まあこれがね、恐るべき新金荘の内部でしたって。まあ、改めて見ても本当異常な部屋ですね。で、ここ4畳半一間なんで、この状況で、まあ後に話しますけど、ここに12人泊まるんですよ。石膏像とともに。だからどうやって寝たんだろうなっていう感じがしますね。でここで僕はデッサンも書いてたんですね。うん。あの棚に石膏像を上げて、で家でデッサン書いてたっていう。だからちょっとまともじゃないですよね。でもまあこうやって思い出すと、当時の美大受験ってのは多少なりともね、狂う必要はあったのかもしれないですね。でまたしても当時の CM ですけど、これ霧島カレーのワインの CM なんですけど、で曲があのムーンライダーズってね。でなんでこれ印象に残ってるかっていうと、この部屋ですね、こんなとこに住んでみたいって思ってたんですね。新金荘みたいなとこ言うと、このね日差しさんさんでね、でフローリングでね、ホームパーティーですよ。こんなとこ住みたいなって思ってましたね。うん。でこれ別バージョンの CM ですけど、これもね、ほんとこの風がね、カビ臭い風じゃなくて、こうそしてね、この日当たりで、でこういうねハーフの美女がいてみたいな、その部屋に憧れましたね。部屋っていうとこの CM、ファインピルスナーっていうね、あの取れたてのビールをお送りしますっていうキリンが出したビールなんだけど、あのあんまり売れなくて、取れたちじゃなくなっちゃって美味しくなくて売れなかったってビールなんですけど、この CM のこのね新緑の感じっていうか、この部屋もね、小手川優子の部屋も、この三田村邦彦イケスカのやつの部屋も、両方ともねなんか憧れましたね。そんぐらい新金荘ってすごかったんですよ。
で、部屋はあんま関係ないんですけど、当時のビールの CM で忘れられないのが、坂本龍一の、アンドゥっていう曲を使った、札幌ドラフトビールの CM ですね。で、僕は芸大に憧れて浪人始めてたんで、やっぱ坂本龍一ってちょっと特別な存在だったんですね。で、休みの日とかね、歩いて、彼の母校の新宿高校とかを見に行ったりしたっていう時期でもありましたね。あの暑い部屋でね。で、懐かしいな。で、当時ビールって結構高級品だったんですよ。でね、この CM 見てね、なんかいろんなことを考えましたね。この CM 本当懐かしいですね。あの時代に一瞬にして戻れる空気感っていうか、そういうものを感じます。自分はね、やっぱり青春をね、叩きつけてたと思いますね。デッサンにね。というわけで、石膏像墓場のような家でこうね、おしゃれな広い部屋を夢見ていた僕なんですけど、当時は新金荘と予備校の間がビル街だったんですね、ご覧の通り。で、僕はナチュラルにビル街巡りをしてたんですね。で、その中で一番気に入ったのが新宿 NS ビルっていうビルだったんですね。まあ位置関係で言うと予備校と新金荘のちょうど間にあったんですね。で、新宿 NS ビルっていうと他の人にとっては就職説明会会場っていう印象が強い人が多いみたいですね。まあそういえばそういうのやってたなっていう印象もあるんですけど、それ以外で行くことあるのって逆に聞かれるぐらいのビルなんですね。で、他の高層ビルって60階ぐらいあるじゃないですか。その半分ぐらいの30階建ての結構ずんぐりむっくりしたビルで、で、その反面中は広々としていて、とっても静かなビルだったんですね。まあ背が低い分なんかね、展望台に迫力がないとか、だから客も少なくて、その反面勝手に座っていい椅子とかソファーがすごいいっぱいあるっていうね。まあテーブルとかもあるんですよ。だからその辺も結構気に入ってましたね。で、展望フロアの上層階の床がカーペットなのも静かでね、ポイントが高かったですね。で、さらには空中回廊をはじめとするその展望フロアの作りっていうのは田舎者には結構ね、衝撃的だったんですね。まあ近未来感っていうやつですね。前もなんかの動画で話したんですけどね。で、夜景なんかを見てもなんか都会に穴が開いたようなこうね、明治神宮を見下ろして、なんかね、きらびやかなその夜景を見てると、なんかあの未来少年コナンのあのインダストリアっていう、あのあそこに紛れ込んだね、田舎少年コナンみたいなそういう感じになってましたね。で、さらにここってもあの新金荘と違って、もちろん冷暖房完備なんですね。まあ当たり前なんですけど、自宅よりももうね、はるかに居心地が良かったんですね。で、下層階には薬局とかマック、あと本屋さん、 CD ショップとかあって、あとトイレももちろん綺麗でね、本当に至れり尽くせりっていうかね、たまにね、これで風呂があればなって勝手なこと思ってたんですけど、まあそれでなんか実際その自分家に人が遊びに来るときにギリギリまでね、この NS ビルで粘りましたね。だからね、客間じゃないけど今代わりっていう印象すらあった NS ビルなんですけど、その中で実は僕がちゃんとお金を落とす店もあったんですね。それはあの展望フロアにあった風月っていう和風喫茶店だったんですね。で、そこには風月磯辺っていうカルトメニューがあって、なんかその展望フロアのあらゆるね、飲食物の中で最安のものだったんですね。で、それは海苔巻き風の磯辺焼きだったんですね。で、チーズと野沢菜が具になってて、さらにそれが紅茶セットになってるっていう意味不明さだったんですね。700円だったかな。で、そんな奇妙なものを一つ頼んで、僕は仲間を連れて、まあ3時間はね、そこでね、粘ったんですね。だからそれ懐かしいですね。で、30階ってね、微妙な高さなんですね。だからなんかね、その不思議な暖かさを感じるんですよね。だからいつもよりもね、新宿とかも優しく見えるっていうか、不思議な感じがありましたね。で、結構ね、センチメンタルな時代じゃないですか、予備校生とか。19歳とかね、18歳とか。だからそういう眼下の夜景見てこう、なんかね、うるうる来てるやつが結構いたんですね、涙こぼすやつとか。でもそういうやつがいても、まあ女の子とかそうでしたね。見ないふりしてね。やっぱなんだかんだ言って不安な時期だったなって、今思い出しますね。で、そういう気持ちってのは、
お互いに痛いほど分かってたっていうね、予備校ならではのね、この連帯意識みたいなのもありましたね。で、今の NS ビューっていうのは、その風月も含めてお店はほとんど変わってしまってるんですね。というか半分以下に減ってますね。で、店から見えた夜景もどんどんこの辺って新しいビルが建ってるんで、まあそういうのに遮断されて、なんか隙間からなんか夜景を見るみたいな感じになってますね。で、そもそももうね、夜景を見る展望フロアがないんですね。そこはもう15年も前に閉鎖されてしまっていたんですね。だから行った時に驚きましたね。展望フロアないわって。だからあそこから見てたね。これからあの NS ビルって僕のその状況日記の大きな舞台になる場所なんですけど、でもそのね、あそこから見てた光景ってのはもう見ることができないんだなって。だって展望フロアがないわけですからね。だからね、失われてしまったものっていう、もう二度と戻らない光なんだなって思ったりもします。で、あの時のね、友達の涙とか、ああいうものもあそこでね、一緒に消えてしまったのかなって、そんな風に寂しく思ったりもします。だから会いたい人だけじゃなくて、行きたい場所にも行けるうちに行っといた方がいいんじゃないかなって、そんな風に感じています。というわけで、平成元年バブル絶頂期、1989年の状況日記その4はいかがだったでしょうか。まあそんな派手な事件がない回なんですけど、まあこの写真ですよねこの写真1枚しか残ってないですよね、石骨写ってる写真って。でもこれ撮っといてよかったですね。どうだ本当だろって言いますからね誰も信じないよっていうような、4畳半にねこんなでかい石骨を5つも入れてたなんてね、自分でもね頭おかしいなって思いますからね。これどうやって暮らしてたんだろうと思うんですけど、こうやって生きてるわけで僕もね、今ねちゃんと暮らしてたんだなって、ちゃんとじゃないか、で銭湯セットって思い出しましたね。そう、洗面器に入れてたんですね。でね、紙袋にね、あの洗濯物入れて、あ、これでまさに行ってたんですよ。これでね、あの公衆会とか歩いてるんですよ、あの土曜の夜のね、華やかななんて、それもすごいなって思いますね。で、いろいろ思うことあるんですけど、やっぱり当時ね、特にはその上京して夏期講習までの1学期っていう期間っていうのは、いろいろ感じるものはやっぱ特にありましたね。やっぱ都会にまだ染まってないんで、何もかも新鮮だったし、やっぱね、なんていうか、がむしゃらに不器用にやってた時期でもありましたね。で、今思えばいろいろね、こうすればよかった、ああすればよかったってこう出てくるかもしれないんですけど、圧倒的なね、なんかその時の流れっていうか、この石膏像をいっぱいこう部屋に持ち込んできたことって、もしもう一回ね、あの日に戻って繰り返すとしたならば、こんなことやらないと思うんですよ。でもそれをやってしまう人生っていうのは、僕は自分でこう振り返ってて好きだなって思います。だから間違ってなかったのかなって思ったりもします。で、次回以降はちょっとずつね、ジンモリとかの影響で都会に染まっていく自分っていうもののお話もできると思いますし、まさかっていうような出来事がね、いっぱいあるんですね。だからこの年の僕の状況物語って、あの書籍化とかねするわけないけど在庫の山になるからね映画化決定とか絶対無理だと思いますね。だってなんかちょっとありえないようなことがとってもたくさん続いてくんで、そもそもね、あの受験の時に自分が買った石膏像が受験の課題出たらなんて、そういうこともなんかね、これからポンポンそういうようなことが起こってくんで、楽しみにしてください。プロレスの方も頑張ってやってますんで、こちらの方も見ていただける方は本当の真の友だと思ってます。それではよろしくお願いしますね。あ、チャンネル登録もよろしくお願いしますね。いつまでもあると思うな、なんだっけ、おすすめ表記って、僕の今後1年間でこういうことやってるとおすすめ表記されることがなくなっていくと思うんで、アルゴリズム上チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。